まあ、私は日本 の, 大変田舎の地方に生まれたので、そうですね、ルアーが欲しいと言っても まずルアーが売ってない状況ですね。で、まあそれを、まあ、私は祖父に育てられたので、まあ、買ってほしい、買いに連れてってほしいというふうに、まあ、言うと、まあ、何でも買うのはすぐに買うのは良くないということで、おじさんが、まあ、作り方を教えてあげるよということで、それがまあ始まりでしたね、はい。このモデルに関して言うと、バルサ材、エクアドルで取れる非常に柔らかい木で作ってます。で、柔らかいですから加工も容易なんですが、その分強度も出ませんので、コーティングをたくさん重ねることで、軽さと強度を持てるように、まあ、作っていきます。そうですね、基礎となる部分ですね、まず削って中に、重りを仕込んでワイヤーを入れるっていう、まあ、基本的な部分は、祖父から、習いました。で、まあ、どん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 、そこからはもう自分で応用しながら、まあ、まずもう失敗の連続で、身についていったかと思います。まずそうですね、まあ実際はちゃんと最後はスイムテストを行うわけなんですけど、それまでは、自分がどの、水ですね、水位のどの辺を動くルアーがまず欲しいのかっていうところから考えて、どんどん決めていきます。そうですね、このモデルに関しては、この形にするまで、87個の、プロトタイプを作りました。これ少ない方です。バルサが柔らかいので、バルサ材が柔らかいので、そのコーティングなんですが、今は、このモデルに関してはセルロースセメントってい う溶剤を使ってます。これは、そうですね、これは13回ほど、その液に浸して、いますね。その後に、塗りたいルアーの型を取るんです。これを半分に割るわけですね、半分。で、それを自分で作ったバキュームフォームマシンというものに乗せて、で、今度はこの半分、反対側を作ります。で、今度はそれに模様を手書きで書いて、それをマイクロドリルで削っていきます。そうすることで、イギリスだったらステンシルっていうんですかね、ステンシルのような状況になって、それで、この塗装のパターンができるということですね。このリップ、このリップの部分を刺す前に一度バランスを取るんです。リップを刺してからバランスを取ってももうダメだったらそれも全部廃棄になるので、まず塗装に入る前にリップの位置を、割り出します。そうですね、水平、水の中につけて水平に対して垂直を出して、それからこのリップの角度と位置を決めるわけなんですが、まあ、それが結構大変ですね。そうですね、まあ、最初はただの木片から始まるんですが、だん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 削ってコーティングしてっていく中で、最後にこの目ですね、うちのルアーは、目を描いてないんですね。これは、この 3DI プラスチック製の藍を入れることでこう、ずっと僕を追うんですよね、視線が。そういう風になってました。だからこれが入った瞬間がすごく表情が出て、その瞬間がだから一番楽しいですね。そうですね、やっぱフロックですね。どうしてですか？これはそう、もう、そうですね、僕は9歳からルアーを作ってるんですが、このフロッグっていうのが割と、早い段階で覚えたって言いますか、最初にやりだしたポイント、パターンがこれだったんですね。まあ、付き合いが長いっていうことで、はい。そうですね、僕がファーローズとお付き合いさせていただくようになったのは、まず最初に僕のアメリカ人の大切な友人でライアンっていう友人がいまして、まあ、彼とお酒を飲んでる時に、
君の夢は何だって言われたので、もうないって言ったんですね。じゃあ若い時の夢は何だって言われたので、僕は実はルアーを作ってて、これがロンドンにあるファーローズというお店の店先に並ぶことが僕の若い頃の夢だったんだよっていうふうにまあ言ったんですね。で、それから2ヶ月後ぐらいにライアンがまた僕のところにやってきて、ファーローズの帽子をくれたんです。その中に、ピーターさんの名刺が入ってまして、いや実はファーローズに行って君のルアーをプッシュしたんだよっていう、それがスタートでした。はい、そうですね、そうです、これがまあ元々オリジナルのサイズだったんですが、ライアンがこれを勧めてくれたので僕はこれを持ってきたわけなんですが、その当時ですね、ピーターさんとサムさんがいらして、で、いろいろ、打ち合わせをしていく中で、やっぱ大きい、これはまあ日本のサイズだけどイギリスではもう少し小さなルアーの方が、いいということで、試作を繰り返して、で最終的にそうですね、ゴーサインをいただいてこのサイズになりました。そうですね、僕はもう来年で40年ぐらいルアーを作ってることになるんですが、まあ現存するルアーは、ルアーたくさんのモデルはもうほとんど作りました。なのでこれからは、そうですね、どんな方にどういう風に、僕の作品と関わっていただくかっていうところを重点に置いて、ものを作っていきたいなと思います。